ひょんなことからみなしごのスリセータと出会った銀時、セータにはどうしても金を手に入れたい理由があった。地下遊郭吉原桃源郷で一番の花魁日の輪太夫を買うためである。日の輪が自分の母親かもしれないと語るセータ。会いたいんだ、会って話がしたいんだよ。後日銀時は吉原で日の輪に会うための手段を探していた。だがそれが吉原の老主宝泉に露見してしまう。8年前、日の輪は赤子のセータを連れて吉原から逃げ出そうとしたことがあった。セータと再会すれば日の輪はまた逃げ出すかもしれない。あの女は死ぬまで常世にいてもらわねばならぬ。宝泉は銀時とセータの抹殺を命じる。一方吉原に潜入した新八と神楽、セータは謎の人物に吸収される。あれは、あの傷は誰あるか。吉原と吉原の掟を犯す者を処断する自警団百花、その百花を率いる吉原最強の番人、死神太夫と恐れられる。つくよであり、つセータを狙うつくよ。間一髪銀時が助けに入るがあっさりやられてしまう。やつらは全員わっちが始末しんした、そう宝泉様に伝えなんし。起きなんし、さっさとせんと今度は本物の苦難を叩き込むぞ。つくよはセータを逃がしてほしいと日の輪に頼まれ一芝居打っていたのだ。わっちが斧が顔を傷つけ女を捨てたのは、花魁になるのが嫌だったわけでも百花として吉原を守るためでもない、日の輪を守るためじゃ。その日の輪が命を懸けて守ろうとした存在がセータだというつくよ。8年前、日の輪はセータを見逃してもらう代わりに宝泉のもとへ戻ったのだった。わっちらにとって日の輪は常世を照らす太陽だったように、日の輪にとってセータ、主も特別な存在だったのじゃ。そこに八渡族の男アブトが姿を現す。襲いかかるアブト、隠れていたもう一人の宿にセータが囚われてしまう。セータ！邪魔だ、どいてくれよ。言ったはずだ、弱いやつに用はないって。セータ君が、あいつら、あいつら一体。おそらくやつら春雨じゃ。宇宙海賊春雨は古くから吉原の利権に関わっているという。宝泉はかつて春雨の幹部を務め野党の王と呼ばれた男だったのだ。宝泉の実力は最強の掃除や海坊主と並び称されるほどだという。そして銀時たちに襲いかかった包帯の男は神楽の兄カムイだった。すまぬ、わっちがもっと早くに逃がしていれば。謝る必要なんてねえよ。行くのか。行かなきゃセータ君が死にます。行けば主らも死ぬ。ヤトが4人、軍隊1個あっても足りぬぞ。あいつは私が何とかしなきゃいけないね。
他がために行く。セータか日の輪か。ちょっくらお日さん取り戻しに行ってくる。こんな暗がりに閉じ込められてるうちにみんな忘れちまった太陽。しみったれた面した連中に言っといてくれ。空を見とけって。あの鉛色の汚え空に俺たちがバカでかいお日さん打ち上げてやるってな。決意を新たに銀時たちは宝泉の城に乗り込むのだった。変装して潜り込もうとした銀時たちだが、すぐに発覚してしまう。どうやら猿芝居は全部無駄だったようだな。嬉しいね、遊女総出の掃除巻いた男冥利に尽きる。だが高貧乳ばかりじゃ今日も冷めるってもんだ。女はやっぱり爆乳でござんしょ。さあ楽しいパーティーの始まりだ。ここでしばらく食い止める。先に行きなし。お前死ぬ気あるか。部下のしつけは頭がするさ。火種をよこせ。おめえと一緒に亡くなられちゃ困るんだよ。こいつが使えなくなるだろう。最後になるやもしれん。一服。ダメだ、さっさとよこせ。銀さん、本当に置いてくつもりですか。そんなに空いたきゃ戻ってこい。必ず戻って吸いに来い。さっさと戻ってこねえとしゃぶり倒すからな。銀ちゃん、ぬしらも早く行け。そう、ワッチは日の輪を命を賭して守る番人。ワッチの太陽を、吉原の太陽を、吉原に光を導く太陽を。死ぬる覚悟はできた。どこからなりとも来るがいい。何人たりとこれより先には通さぬぞ。太陽が万人つくよ。参る。おいおい、聞いてねえぜ。吉原一の女がいるって言うから来てみりゃよ。どうやらコブ付きだったらしい。そいつが何よりの証拠だ。貴様誰だ。なーに、ただの女好きの遊び人よ。鎖を断ち切りに来たか。この野王の鎖から日の輪を、吉原の女たちを解き放とうというのか。見せてもらおうではないか。貴様がわしの鎖から日の輪を解き放てるか。わしが奴らの絆を断ち切れるか。勝負と行こうではないか。地球人風情にこの野王の鎖断ち切れるか。このわしに挑もうな。所詮我らアマントから国さえ守れなかった貴様ら侍に、我が鎖断ち切ることなどできるはずもなかったのだ。
負け犬は負け犬らしく指をくわえて見ておればよいのだ。この国が、女たちが我ら強者に蹂躙される様を、先に行った仲間たちと一緒にあの世でな。負けてなんかいねえよ、俺たちは今も戦ってるよ、オラ。貴様、ギザン、来るな。何してやがる、てめえ。さっさと行かねえか。母ちゃん連れてここから早く逃げんだよ。嫌だ、金さん置いてオイラだけ逃げ出せって言うのかよ。みんな、金さんオイラにとっちゃ大切な家族なんだよ。そいつが聞けただけで俺はもう十分だよ。行ってくれ。俺をまた負け犬にさせないでくれよ。一方、銀時と別れたカグラはアブトと戦っていた。まるで野獣同士の食い合いのような激しい攻防を繰り広げる。ろくに戦場に出たこともないガキが俺に食らいついてくるとはね。闘争本能だけは親父、いや兄貴譲りというわけか。お前らと一緒にするなと言ってる。ある宿の血に流され戦場をさまようだけのお前らと、私は自分の戦場は自分で決める。血ではなく心で。来な、相手してやる。正解は殺す蹴りだ。腕力よりも脚力の方がはるかに強いからな。え、詐欺だって？硬いこと言うなよ。たかがクイズじゃねえか。人を傷つけたくない、人を殺したくない。大層立派な考えだ、このぬるま湯地球ではな。だが戦場ではそんなもの通じない。戦場では迷った者から死んでいく。血を拒絶するお前と、それを誇る俺たち、腹から勝負になんてなれしない。カグラちゃんを、カグラちゃんを離せ。今のは良かったぜ坊主、殺す気満々だった。だが残念、そっちはもうありゃしねえよ。新八！さあここでまた選択肢だ。どちらが先に死ぬ？選べ。やめろー、新八を離せ。そんな選択肢はねえ。言ったろう、人生は重要な選択肢の連続だ。後悔しねえようにベストな選択肢を選ぶんだな。ま、お前が死ね。決まりだな。やめろ。No.
時が突然。何があった、あのガキ。カグラちゃん。鎖がちぎれたか。人を殺めることを恐れるあまり、無意識に矢との能力を抑え込んでいた鎖が、仲間の危機に瀕して理性と共に弾け飛んだか。ようやく目を覚ましやがった獣が。来な、相手してやる。何の真似だ。お前のためじゃない、銀さんと約束したんだ。カグラちゃんは僕が守る。僕がカグラちゃんを、僕らが信じるカグラちゃんを守るんだ。ヤトでもイカれた兄貴の妹でもない。ぶっきらぼうで生意気で大食らいで、でもとっても優しい女の子。僕らの大切な仲間を守るんだ。お前なんかのためにカグラちゃんの手は汚させはしない。目を覚ませ、カグラちゃん。僕らの戦う相手はこんなチンケなやつじゃないはずだ、カグラちゃん。つくづく甘ったれた連中だ。さて、ここでまた選択肢だ。宝泉を殺さずに宝泉に殺されるか、宝泉を殺そうとして宝泉に殺されるか。さて、どっちを選ぶ。へえ、どっちも結局殺されるって。硬いこと言うなよ、たかがクイズだろ。人生は重要な選択肢の連続だ。お前さんたちの甘い選択肢でどこまで行けるかやってみるがいい。お前言っただろう、俺は共食いは嫌いなんだ。